おはようございます。今日もインスタライブやっていきます。帰ってきて初めてのインスタライブなので、結構いっぱい紹介したいものがあるんですけど、多分一気には紹介できなそうなので徐々にやっていきます。ではまず今下地というか、昨日の夜塗ったものがあって、それがファミュアイディアルクリーム、これですね。これすごい、寝る前に塗ったんですけど、すごい良かったです。そう、寝る前にちょっとだけ塗りました。でもすごい、なんかやっぱり日本の一番最後にモイスティーヌに行って帰っ飛行機に乗ったんですけども、それだけであれが全然違いました。素肌の水分量が全く違うって感じでした。だからね、乗ってる間もなんかすごい乾燥するっていうことがあんまりなかったです。で、今日来てからはデュオーガニックを使って、でクリームまでつけましたそうなんです。そう、そう爪めっちゃ可愛いですよね。こんな感じ、なんか石みたいな感じで、こっちはふにゃふにゃしてて、で半分からがメタリックのネイル。そう、超可愛いですよね。はい、でそのままじゃあメイクに入ります。で、新入りさんでスックの、トリートメントセラムプライマーなんです。すごいね、良かった。これもめっちゃ良かった。これと本当にちょっと小粒ぐらい取って、あとねモイスティーヌの日焼け止めも重ねていきます。これとこれ重ねます。うん、で全体に塗って、で全体につけます。スークなんかピンクっぽい色、なんか紫っぽいのかな、だからそうすごい隠れます。隠れる、透明感が出る。うん、でちょっと今日は使ってみたかったやつここから使います。なんかよかったら買おうと思ってて、スックヌードファンデーションですね。ウェアリクイド102番、そうこれです。そう、よかったら使うつもりだから、今日次第。わすごい、なんかめっちゃダラッと出てきた。多分これよくなんか拭いたりした方が良かったんだろうな。あ、でもすっごいサラサラなのかな、これ。これユキチファンデ？これがユキチファンデってやつですか？1万以下だと思いますよ、これ。そう。1万以下だと思います。ちょっとなんか、思ったよりリキッドっぽかったので、手で塗ります。ちょっと手で押さえながらサンプル。ユキチではないですよね。私空港でユキチファンデ3万円のクレドポーのやつですよね。そう、それをね見つけて手に取ってみました。確かになんか美容液っぽい感じでフィットする感じ、うん、なのでどうなんだろうな、なんかすごいフィットする、確かにすっごいフィットするって感じでした。そう、でもね今日の肌はすごいいいですよね。実はでも全然出てないんです。なんかついちゃった。実は15分ぐらいしか寝れなかった、まさかの。でも昨日お昼も寝たんですよね。
だからもうなんか多分時差ボケでわけわかんなくなってる、ついでに起きてやってる感じです。あ、でもすごいいいかも。リキッドだから結構薄付きでさーってさーってなる感じ、うん、です。でもどうだろう、ツヤツヤですよね。そうで、その後にリキッドなんだけど、もしすごいベタつきが気になったら上から粉をしようかなと思ってたんですけど、そんなに気にならないので、まあでも秋冬だ、どうなんだろうな。そう、この RMS ビューティーのアンパウダーもちょっとだけね、アンパウダーちょっとカバーしますね。一応リキッドだから。そう、めっちゃ時差ボケ、こんな感じです。でも多分すごい良かったのは、そう、多分モイスティーヌですね。これはモイスティーヌをしっかりやって帰ったからすごい良かったんだと思います。そうで、眉毛いきますね。なんかやっぱり今回も眉毛の悩みの方が多くて、で、そうで、そのまま、今使ってるのはボビーブラウンのブロンドですね。で、間を埋める感じでいきます。やっぱり確かにね、この間とかもない方も多いし、そう、あと結構アーチ型になってて、ここをなかなか剃ることができないっていう方も多かったです。だからそうですね、なんだろう、難しいとは思うんですけど、難しいとは思うけど、だいたいここの眉尻をこうやって描いたら、こことここをちょっとね、つなぐ気持ちです。こことここをこうつなぐ気持ちで描いてあげると、まず最初に、で、そこまで描いたら、なんとなくこうどこをガイドにしたらいいのかがわかると思います。そう、あとはあんまり力を入れすぎない、結構スッスッスってスッスッスって描いてあげるといいです。あとペンシルだとちょっと難しい方は、最初にパウダーでやるっていうのも一つの方法です。で、そう、私はいつも使ってるボビーブラウンのブロンドのこっちの色、そう、ブローキットですね。そう、いや、髪色問わずボビーブラウンがおすすめではないです。っていうのも、ボビーブラウンの中でもいろんな色があるので、私は他の方にはナーズとかもおすすめでした。あとこの前空港で見てたら、シューメムロも良さそう。いろんなね、バージョンの色味があって、だから髪の毛ちょっと赤いっぽい人はその赤っぽい色、黄色っぽい人は黄色っぽい色、髪の毛の色に合わせてあげてもいいかなと思いました。そうです、こんな感じです。そうで、ですね、すごく良かった。結構ね、やっぱ秋冬で、そう、秋冬で結構やっぱニットとか着る季節になってくると、あんまりこう、なんて言うんだろうな、ハイライトをビカビカに入れすぎる感じにしない方がいいと思います。で、その時にすごい良かったのがアディクションですね。アディクションのこれで、しかも
これつけてプラスこっち側をねチークにつけるっていうのもすごいいいです。でこの3の多分すごい人気のやつあると思うんですけど、これねこれもめちゃめちゃ使いました。でこのなんて言うんだろう、こっちハイライト使って、でこっち側にあのチークのベースをつけてあげて、上からチークをホワッとするとすごくいいです。なのでそれちょっとあのそれはちょっと次回やっていこうかな。今日ちょっとね濃いめのリップをするので、それに合わせたあのこれだけのチークのやつをやっていきます。どっちもいいです。どっちも好きでした。そう、3ってどっちがいいですかって見えたんですけど、で塗るときはこうちょっと広めにここら辺まで塗りますね。でちょっとだけこんな感じで、ここの鼻の頭のところを、あとここを、あとここを、あとここです。ここに塗ってあげると結構やっぱりこう平面っぽくならないためには少し前に立体感を持たせるっていうのがいいかなと思います。でそうなると普通のなんて言うんだろう、結構ハイライターとして使っていつも使ってたものだとちょっとオイリーっぽく見えるかなと思うので、そうこの辺に入れるのはこういうちょっと細かめのハイライトのものの方がいいかなと思います。であと頬骨の高い位置、あと頬骨の高い位置、そうなんかあとはそう秋冬の気分なのかもしれないこれが。そうで3との大きな違いは3のこっちに入ってる方がもうちょっとなんて言うんだろう、もうちょっとこうツヤっぽいって感じです。だからそのままつけてもいいし、その上からチークをつける、だからあのチークのベースとして使うのもすごい可愛いかなと思いました。であとこのチーク、このそのままこっちの色でチークを入れていきますね。そうこの辺のね、あんまりここに入れるとこういう茶色っぽいチークってシェードっぽくなるので、そうこの辺の丸いところからまず入れます。で上に上がります。結構ね程よい感じのチークの色なんですこれ。そうっていうのもやっぱ髪の毛がオレンジだとあまり全部オレンジすぎ、オレンジとかあれだとなんて言うんだろう、すごく飛んだ感じになっちゃう全体的に。だからほんのちょっと血色を良くするぐらい入れるんだったらこれぐらいの方がいいです。ふんわりそうです。でビューラーしようと思ったらビューラーなんか忘れてきてるからちょっといいですか、アウトして。多分ねここにない、すいません。失礼しました失礼しました。あれあったあった、ありました。そうでビューラーをします。なんかでもあの来てくれたお客様の中には結構一重の方とか奥二重の方とか本当に様々だったんですけど、やっぱりこう一重の人には一重の人にしかできないアイシャドウの使い方とかがあって、そうなんです。だからね一重の人ってすごいカラーをたくさん使えるからいいなって思いました。なんかねうるさくならないんですよね。
だからオレン二重の人は逆に濃くなりすぎないように気をつけないといけないなって思います。やっぱり深い色をするとそれだけなんかグッて入った感じになるし、一重の人はだいたいアイシャドウのワンパレットの中で結構完結するぐらいな感じにできる。例えば薄い色でハイホール全体塗って、で濃い色をこのまぶたのギリギリのところがこういう感じに塗って、で本当にギリギリのところにアイラインするとか、うん、なんかそういう使い方ができるからすごいね、なんか色使いが楽しいなって思いますね、いつも。そうなんです。で、そうだから逆に二重の方はあんまり先にリップを選ぶとか、先にリップを選んで洋服に合わせてどういうリップがいいかにつけてみて、でまぶたを塗ると濃くなりすぎない、先にまぶたを塗ってこう全体につけていくと、本当は濃い色のリップをしたいと思ってたのにできなくなっちゃうから、だからそう、それね、ちょっとだけこう気をつけてあげるといいかなと思います。でも今日は昨日しっかりリハーサルしたからこれをザ・デトックスマーケットって、私がお客様にプレゼントしたバームとかマスクとかがあるんですけど、そうなんですよ、それをの方にいただきました。これはそう、でもね、私ずっと気になっててずっと見てたんですよね。どうしようかな、欲しいなと思ってたけど、まあ今回はいいかと思って帰って、そうでもなんか送ってきてくれて、これを、そう、すごい嬉しかった、私が見てたやつだと思って。でちょっとねオレンジっぽい感じです。そうなんです。そうでオレンジっぽいブロンズっぽい感じだからね、こうやってつけてさっと伸ばします。伸びもいいし艶も出るし、こんな感じかわいいんです。こんな感じですごい綺麗な色。そう、グローブっていう色ですね。うん、グローブっていう、わかんない、どうなんだろう、日本で買えますかね、どうなんですかね。すごい綺麗ですよね。でね、目の下にもちょっとだけつけます。ここそう、今日はねあえて薄い感じのオレンジ系てかブロンズ系なので、ちょっと囲んだ感じにしてみようと思って、こんな感じ。私にしてもちょっと珍しいんですけど、囲んだ感じって、そう、こんな感じです。すごい綺麗な色です。です。で、もうねこういう感じだったらあんまりアイシャドウは、アイシャドウね、アイライナーはしすぎないようにします。で、目をこれもすごい、そうだ、描き方をね、どうやったらこうまっすぐ引いた感じになるか、やっぱ二重のここに埋もれちゃうんですよね。なのでまずこういう状態でここにまつげとまつげの間を埋める感じで描きます。でそこまで来たら、ここのちょっと下がっちゃった、そう、ここのなんて言うんだろう、肉の部分っていうかの影に来るように引きます。こんな感じです。ここをこうやってグッて引き上げて、私今ちょっと片手だからできないんですけど、グッて引き上げて、まずここのギリギリのところを塗ります。でそしたらある程度こうまっすぐ見た状態で、鏡があったとしたらまっすぐ見てこう、こういう風に引きますね。
そう、跳ね上がらないようにするにはやっぱりこうちょっとだけ前を見た状態で、ちょっとこっち上がってるかな、そう、前を見た状態でこんな感じで弾きます。前を見た状態で、そう、今日はね目尻だけに弾きます。で、これ使ってみましょうか。私この前使いましたっけ、これね、アンプリチュードのやつ。そう、お客様にいただいたやつで、そう、横にビート弾く感じなんですよね。でもなんか人によるっちゃ人によるから、ちょっと一概には言えないんですけど、そう、で、マスカラをつけます。で、マスカラもダマにならないようにつけますね。これでもどうなんだろう、あんまりすっごい紫ってわからないぐらいです。そうなんですよね、すごい紫ってわからないぐらい結構本当にダークな感じ。あ、アイライナーはカーキです。そうです、で、こっち側もつけます。これぐらいです。で、そう、結構秋っぽい感じだと思う。そしたらリップをね、私すごいいっぱい買ったんです、今回。なんかね、秋っぽい色を全部買いました。それで今日はシャネルのこれを使っていこうと思います。ルージュココフラッシュ56番モーメントっていう色です。で、ちょっと、あ、でもね、これ結構マットっぽくなくて、もう本当になんていうの、ツヤっぽい感じなので、そう、ツヤっぽい感じだからリップ塗った感じなんですよね。こんな感じ、結構濃いんです。結構濃いんだけど、結構濃いんだけどツヤとなるし大人っぽくなります。だからね、最近割と濃いめのリップをするのが好きで、また後日紹介しようと思うんですけど、まだあえて品番は言いません。 MAC のこういうのとか、そう、シュウエムラのこういうのとか、そう、ちょっとオレンジっぽいやつ、この辺を秋色に買いました。今日のシャネルが一番リップっぽい感じ、そうです。そうなんですよ、リップクリームなくても結構ツヤっとするのでいいと思います。このね、マットもね、なんか意外な色で可愛かった。そう、これもすごい可愛かった。 MAC のリップってでも、なんていうの、荒れやすい人もいるから、そう、ちょっとね、そこはね、あれかな、荒れない人は使ってみてください。で、このままでもいいし、どうかな、でもこれぐらいにしとこうかな。そう、あんまりね、リップが濃い時はアイラインしすぎたりとかチークしすぎたりとか、そう、しないようにしてます。はい、で、髪の毛ちょっといきますね。髪の毛はね、今日はいつも透明のゴム使ってやってたので、今日はあえて違う髪型でいきます。です。そう、
シャネル、今使ったシャネルはモーメントですね。モーメント56番、うん、56番で、あえてこういうなんだろう、リップの時にあんまりこう、あんまり結構いろいろやりすぎるんじゃなくて、ちょっとシンプルに結びます。そうで、まあある程度タイトなんだけど、この位置でお団子にします。この位置でお団子、そうで、わかるかな、お団子の先っぽの方をちょっと入れ込みます。で、私ね、ハーフアップが似合わないから、ハーフアップはねあんまりしないので、このままこっちも結びます。お団子2段にします。お団子2段で、わかるかな、結構適当な感じで、ちょっと毛が、遅れ毛が出てたりしてても全然気にしないでいいかなと思います。そう、こんな感じ、こんな感じ。こっちもうちょっとあれにしようかな、ちょっと結び直しますね、すいません。ここらへん、入れ込む、そうなんです。2個のお団子にします。で、なんかもうちょっとアクセサリーをつけて終わり。あえてもうなんかベージュのゴムとか見えてても可愛いかなと思って、そうで、ちょっとだけ遅れ毛を作りますね。そう、これはね、プルイのゴムです。で、こっち側にはバレタをつけます。で、出てきちゃった部分を、もしなんかちょっとゆるさが欲しいって、あ、どうかな、ここ、そう、ゆるさが欲しかったらちょっとだけ出したりしてもいいです。うん、です、こんな感じです。そう、あ、これもうちょっと、前髪を止めちゃう感じですね、これで。こんな感じです。っていう感じで、遅れ毛巻いたりしない予定なんですけど、なんかうねってる寝てるときは後ろにかけます。はい、っていう感じです。
で、そうなんです。そうなんですよ。こんな感じで、なんかあんまり、そう、結構ね、超タイトにするのとかが最近好きで、そう、しかもね、ニットの季節だから、なんかあんまりこの辺にモサモサあるっていうよりも、全体のバランス的にまとめた方が、なんか首とかがね、こう詰まってる服だったらいいのかなと思って、結構ガサガサって、ガサガサ結びって感じですね。ガサガサ結び、ガサガサです。そんな感じです。はい。で、なんかよ、すごいね、質問をいただいてたんですけど、ワンピースがあと1着になっちゃったみたいで、なので、もうあとは早い者勝ちっていう感じになってます。で、あと私が着てた、なんて言うんだろう、ベージュのドレスで、で背中がちょっと開いてて、後ろリボンでザーって垂れてるやつ、あれも、そう、あれもね、ちょっとね、作ろうとしてます。すごくお問い合わせが多かったので。ただ今ある今ある、生地のみで作るので、何着作れるかは分かんないですけど、本当に数着かもしれない、10着以下かもしれないっていう感じです。なので、もし気になる方がいたら、またどんな感じで販売かな、また今回と同じように店舗のみっていう感じかもしれないですね。はい。そう、メッシュのやつです、あれ。メッシュなんだけど、意外と、なんか内側とか、そんなに透けない。うん。そうです、そうです。そうなんです。あれもよっちゃんさんのやつなんです。なんです。なんかちょっと質問に軽く答えようかなと思います。今日なんか、ささってメイクが終わったから。そう、日本でね、すごいいっぱい、本当にいっぱい手に入れたんですよね。このね、白の、あゆみが紹介してたこの白の、これもすごくいいですよ。ちょっとだけオレンジっぽい色、 QI02 つけてみます？この上からつけても可愛いかも。結構濃いめの色になるから、濃いめの色になるから、でもね、オレンジ味が入ってるとやっぱり日本人にも合いやすい。 QI02、どうなんだろうな、これ。ね、ちゃんと再販してるといいけど。です。あ、絶対押しちゃダメなものです。愛さんに結んでもらったクリアゴムもったいなくて、使えなくて飾ってます。使ってください。クリアゴムどこにでも売ってるから大丈夫です。そう、白がすごいお気に入りの本になったんですけど、それをいただいた方、ありがとうございました。そう。LA 寒いですか？寒くないかな、そんな。うん。そう、あのワンピースね。あ、キテルニット、これはですね、キテルニットは作ったものではありません。タンのものです。これね、すごいショート丈で可愛いんですよ、ショート。そう、ショートだけだから。あ、でキャロルで買いました。いつも必ず行くキャロル、なんかお昼休みにささっと行って。そうなんです。はい。ウェブチョーカーいつもつけっぱなしですね。結構寝る時もつけっぱなしにしちゃってます。はい。寒い日のスキンケアや化粧直しはどうしてますか？うん、でも日本と LA って全然違うから、やっぱこっちはもう本当に乾燥しないようにできるだけ保湿を常にするっていう感じですね。セックのファンで買いますか？次行った時に買いたいなって思いました、今日ね。あ、金沢で何か買われましたか？お土産的な。金沢で買ったのは、
あのね、21世紀美術館で浮き橋っていうお箸が置いても先っぽが浮いてるから箸置きがいらないっていうのを4つも買いました。で、あと白のお土産の飛行機と、あとね、ガラスに見えるコップ、でもそれはゴムで、シリコンでできてて、だから子供たちにいいかなと思ってそれも2つ買いました。そうなんです、結構買いました。金沢ね、1日1泊しかできなかったからもう超バタバタだったんですけど、でもカニも食べたし、そう、金沢の方のカニに対しての執着がすごかった帰りの何、タクシーの中でも運転手さんに、なんか私たちが多分東京に行くみたいな話をしてたから、なんか楽しめましたかみたいに言われて、いや楽し、一泊しかできなかったんです、でも仕事だったからそんなになんかね、いろいろ巡ったりもできなかったけど、美術館とカニを食べましたって言ったら、もうカニ食べたらもうカニを食べたらもう帰っていいって言われましたそれぐらいカニはね、あの時期すごい解禁してすぐだったから、なんかすごかったらしいです。そう、ひかりちゃんに全部いろいろね案内してもらって行きました。はい。で、そう、肌のために食べてるものとかありますか？それがね、なんか最近すごい口内炎ができやすくて、ビタミン剤は取ってます。でもそれ以外はそんなに、まあ普通に普通の食事です、普通の食事をしてたんですけど、実は今週の日曜日からパーソナルトレーナーに行こうと思ってて、っていうのもなんかすごい痩せたいとかじゃなくて、どちらかというとすごい変に痩せてっちゃうから、なんかそれをこう質のいい感じにしたいっていう感じ。あとは腰が痛いんですよね、産んでから。多分ね、座骨神経痛、なんだろう、一箇所から多分足の方までつながってる痛みがするから、それがすごいねストレスで。そうなんです、それも改善、筋肉つけたら改善できるかなと思って。あとなんかね、常に健康な体でいたいっていうのがあって、はい、行ってきます。すごい、私全然運動してないから大変そうだけど、そうなんです。吹き出物ができた時の救世主的なアイテムありますか？ない、もう放置する。うん、でもいつも必ずやるのはモイスティーネですね、そういう時に。はい、です。あ、ふみか内田さんで何か買われたんですか？買ってないんですよ、買ってないんだけど買おうかなって思ってます。思ってるジャケットがあるって感じ。そうなんです、まだ買ってない。日本食はたくさん食べました。なんかいろいろ、なんかこう、うん、日本食をたくさん食べました。そう、洋服はキャロルで、はい、購入しました。おすすめの肌に優しい下地を知りたいです。肌に優しい下地でも優しいのかわかんないけど、今日はこれを使いました。でも私結構敏感肌だけど、これ全然大丈夫。うん、いい感じです。アイさん握ってもらった前髪が気に入りすぎて、他の美容師さんに写真を見せてお願いしましたが、なんか違うんです。またアイさんに切ってもらえて嬉しいですね。なんかね、またなんか近々行きたいなって思ってますけど、どうなんだろうな。そう、カニへの執着をご紹介できてよかったです、ひかりちゃん本当にみんなすごかった。そう、セルボークの限定買いましたか？買ってないですね。え、何ですか？お肌ツルツルだけど光脱毛？光脱毛って何なんだろう？脱毛？
のことですかね。してないですね。はい。うん。そう、もうすぐブラックフライデー、すごいすごい楽しみです。そう。ヘルニアなのかな。ね。あ、すごい目が乾燥する今。目が乾燥してなんか読めない。そうそう、体幹もね鍛えたい。そうなんだ。ヘルニアってなんかあれなのかな。でもなんか似たような感じですよね、座骨神経痛と。そうね、ちょっとね良くない感じだから、結構ずっとうん、産んでから結構ずっとなんかその座骨神経痛っぽいやつが続いてる感じで。へえ、そうなんです。みふちゃんは甘味に移行しましたか？移行してないです。まだちょっとは出るからあげてるけど、でも足りてない感じだから、ほとんど離乳食と離乳食とミルクをあげてます。はい。今日の二重の幅広いですか？広いかな、どうだろう。なんか多分あんま寝てないから腫れてるのかもしれないです。ゆふちゃんの離乳食は旦那さんが作ったんですか？そうです、そうなんです。なんか帰ってきてから昨日お昼私寝ちゃったんですけど、あ、みふの離乳食作んなきゃって思ってる間に作ってあげてました、あげてくれてました。そうなんです。香水は使ってません。あ、愛さんが新幹線でカヌレ食べてたの思い出、モッティさん思い出して、私も今日カヌレ食べながら帰ってきました。そう、カヌレでもめっちゃ硬かったんですよね。歯が折れるかと思うぐらい硬かった。ハク君とミフちゃん離れて間少し大人になってましたか？うん、なんかでもミフはね多分普段と変わらない感じだったけど、ハクはお土産を買いに行ったって思ってるみたいで、お土産を速攻催促されて、そう、なんかすごい寂しかったって感じもしなかったけど、でもなんか昨日の夜また体調が悪くて吐くので、今日はね保育園もお休みさせようと思うんですけど、夜中じゃないな、夕方夜にかけてぐらいの時間帯に病院に連れてって、でも熱もほんとちょっとしかなかったし、なんかねまた気持ち悪くなったみたいで、なんかちょっと吐いてたりしたから、でも昨日の夜はあれからずっと寝ました。だからもう大丈夫だと思うけど、なんかね今ちょっと吐くの胃腸が弱ってるみたいで。そうなんです。はい。ねえ、メイク予約取れませんでした、またやってください。ぜひぜひやろうと思ってます。またでもなんか私もすごい本当にね、前回来ていただいた方から写真撮影だけやった方が来てくれたりもしたし、だから2回目会う方が6人ぐらいいて、そうだからすごいこういろんな、例えば春夏っていうか、あの時はまだもう秋入り口ぐらいだったけどすっごい暑かったから、あんまりそういう秋冬メイクって感じでもなかったので、その時は結構軽めの、あとは軽めのメイク、ツヤっぽいメイクっていうのを紹介した人はほとんどだったんですけど、でもね今回は割と寒くなってきたってので、こういうニットに合うメイクとか、あとはなんか内側にツヤを出して、で上からふんわりパウダーをのせるとこういう風に見えるとか、なんかあとは色を使ってちょっとしっかりめのリップの色の使い方とかも提案できたので、なんかその時期とかその時の流行りとか、なんか自分の中ですごい結構毎年同じ感じじゃないので、冬は冬でもまた違う色が好きだったりとかするので、そういう感じで毎回違うものを提案できるかなと思ったので、
なので、何回来ていただいてもいいかなと思いました。はい、今日の、そうですね、今日の、つけてるものを紹介します。あれ、リーニュだっけリーニュだっけすぐ忘れちゃう、すいません。とアリードリングとバイトですね。あとフラットリン、あとイヤリングに、メモリアです。うん、っていう感じです。気をつけてるのは、はい。で、チークを、そう、チークを入れるベストの位置はね、人それぞれ違うんですけど、だいたいね、あんまりこうここがフラットにならないようにこの辺に私は入れます。この辺にふわっとくるように入れます。で、ちょっとだけこっちに伸ばすみたいな感じにしてます。はい、そうなの、リーニュですね、失礼しました、リーニュですね。はい、アリードリング光先生。そう、バイト可愛いんですよね、これ。これでも本当に一つ一つ入り方も違うから、すごいね、可愛いと思います。そう、こんな感じです。うん、光さん即反応してて素晴らしいですよね。そうなんです。そう、あとはなんか、うん、結構でもその本当にね、一人一人合う色とかも違うので、例えばやっぱりモデルさんにしてやってるメイクとかだと自分にはっていう方もすごくいると思うんですけど、やっぱりそういう方に一人一人合わせるメイクはなんか自分自身もすごいなんか満足度が高いなって思いました。やっぱり勉強になるっていうか、うん、こういう肌質の人はこれがいいとか、うん、あとはやっぱりこのリップの色って誰にでも合うんだとか、そう、結構ね、すごく楽しかったです、私も。合う色は誰が決めるんですか？なんだろう、合う色？何に合う色だろう？人に合う色？私が決める？そのメイクレッスンでは私が全部選んでます。そうなんです、っていう感じです。なんか多分すごい途中でめちゃめちゃ飛ばしちゃった感じですよね。そう、あ、メイクに疎いんですが、そんな人もレッスンにいてもいいんでしょうか？もちろんです。なんかそうなんですよね、結構ほとんど化粧しませんっていう人もいたし、だからゼロからやるには何を買ったらいいですかっていう方もいるし、自分のメイク道具全部持ってきてそこから選ぶっていうか使い方を研究するっていうのもあったし、あとはこのコスメを買ったんですけど、なかなかこの例えばクリスマスコフレとか今パレット1個に全部入ってるみたいなのってすごくいっぱいあると思うんですけど、それの使い方とかやっぱ全部を顔にのせると急にくすんだりとか、なんかすっごい秋っぽいメイクってくすみをなくさないと難しいと思うんですよね、取れない、全部がくすんじゃう、くすみの上からくすみをかぶせるみたいな感じになっちゃうので、それを取ってからやるやり方とか、でもね、すごいその方と一緒にやったのはそのクリスマスコフレのくすみやすい色をうまく使って秋っぽく仕上げるとか、なんかそれもすごい楽しかったです。なんかそれを全部使えた時にすごいこう満足感が2人とも、あー使えたーみたいな感じでそうできました。そうなんです、っていう感じです。あとはそうですね、あ、おすすめ、あーおすすめのコスメ今必死に買い揃えておりますね。
楽しかったですね。すごい、久しぶりにっていうか、もともと美容師をしてた時のお客様も来てくれて、すごいね、楽しかった。昔話とかもして。童顔はどういうふうにバランスを取ればいいですか？童顔の種類にもよりますね。例えば目がすごい大きい人とか、あとは逆にこうお肌がつるっと しすぎてる人とか、いろいろあるので、その童顔の種類にもよるんですが、バランスですよね、全部メイクってね。例えば今日やったメイクもリップを濃い色にして、すごいくすみ系の色を重ねると老けて感じたりとかするので、ちょっとね、それはそうなんですよ。それは一概にはね、そう言えないかなっていう感じでした。っていう感じです。ちょっとね、私まだ1時間経ってないんですけど、ちょっと今日はこの辺で終わろうかなと思います。はい、また金沢も行きます。行きたいです。あとはね、名古屋も行きたかったですけどね、ちょっと今回は難しそうかなっていう感じです。っていう感じでした。ではまた、紹介はしてないけど、こういう新しく買ったリップたちとか、あとは他にもいろいろコスメたちがいっぱいあるので、どんどん紹介していきたいなと思っております。そう、あとね、これも良かったなと思ったのが、赤みがすごい多い人はまず緑色のムーとかのカラーチューナーを使った上に、プラスこのディオールのこれです。この緑色を上からガッてその赤いところに塗って、でなじませて上からファンデーションを塗ると、すごく赤みも消えて良かったです。っていう感じで、なんかその人それ、私の肌に合わせていつもやってるので、それじゃできない、その方に合わせたメイクが、はい、名古屋待ってます。そう、これね、コンシーラーじゃなくてコントロールカラーですね。そうなんです、そうなんです。お開きにしたいと思います。ではまた近い日にちにやりたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。では。